あ、どんどんもう笑ってください。もう素晴らしい。私みたいな人間は笑っていただいてなんぼですから。尊敬込めて笑うよ。あ、ぜひもう。私まあいいや。今日はそういうわけで次の曲は。2021年ぐらいに作ったと記憶しておりますが、作ってる時にちょっとだけ今日来てるひろきくんのこと思い出したりとかして恥ずかしいね。皆さんどんどん飲み物を注文していただいて、私の歌ってる途中でも構いませんので、余計なお世話かもしれないです。すいません、生はもう面白かった。はい、じゃあひろきが戻ってくるまで待ってよ。私は割と、曲をいっぱい作ることで、有名ではないですけど、4年でフルアルバムを14枚とかそんなもんかな作りまして、で今日全部持ってきてます。今時 CD なんてっていうあれもありますけれども、ひろきそこで聞いてて、ケツがある、聞いてください。心のメモリーという曲です。状態で生きてる俺も40し、マスクの世の中だからどこにも行きたくない。たまに街へ出ればじろじろ見られるから、ずっとここにいよう、おじいさんになるまで。心のメモリー開けたり閉めたり、カウントダウンくたばるまで。幼なじみと歩いた田んぼのあぜ道、何にも知らなかったけど楽しかったような。たまに街へ出れば刺激がいっぱい、赤いパーカーとジョッパーズ高崎で買った。心のメモリー開けたり閉めたり、あいつ元気でやってるかな。また自由な世界が来るかしら。支配され
ケイトもアジテートも指先に終始する。画面を見る合間に少しだけ山を見上げる。自動車も人工知能だから自分で直すこともできない。神経症気味の頭を抱えてベッドから這い出し、コーヒーを入れる。コーヒーだけが現実に帯びている。大自然がタブレットに映る。窓の外には無限の世界。俺はでも汗の匂いはしないのさ。俺は天のタンクトップは着ないのさ。誰かが悲観主義を垂れ流して歌う。ホームボタンを押して聞かなかったことにする。知らない人が死ぬとしても自分にお金が入るなら、そんなやつで溢れかえる。俺もその仲間の一人だ。ハーツを聞いてたらおっさんになっていた。気づけばもう半分過ぎてた。死の匂いが目、肩、腰に支配される快感。思考停止のリラックス。老いた体をこすり上げ体温の一滴を絞り出すのさ。俺は天の来ています。もうちょっとだけ出してください。